立憲民主党の長妻昭でございます。山積する国政上の課題を質問したいんですが、政治の信頼が失われている今、本日は政治の根幹に関わる点を質問をいたします。まず旧統一教会系団体と盛山文科大臣との関係でございます。これ前回の総選挙で推薦状を受け取って、選挙応援を受けたということはございますか。文部科学大臣盛山正人君。先生もご案内のとおり、選挙の際には選挙区内各地でさまざまな集会があり、あらかじめご案内を受ける者に加えて当日に伺う者も多数あり、すべての詳細を把握できているわけでもなく、お尋ねの集会の詳細についても事務所の資料で確認できませんでしたが、新聞で報道されているような写真があるのであれば、そのような推薦状を受け取ったのではないかと思いますが、今回報道機関からのご質問を受けて改めて確認しましたところ、過去の衆議院選挙に際して当該団体に選挙支援を依頼した事実はなく、事務所に活動報告があったことも確認できませんでした。いずれにしても私自身、旧統一教会との関係を断っており、引き続き解散命令請求の対応等に取り組んでまいりたいと考えております。これ盛山大臣はですね、もう何度もこのことに統一教会との関係に関して聞かれて、2022年3月に関連団体の行事に一度出席しただけの関係で他はありませんというのを何度も何度も言われておられるんですね。これ旧統一教会宗教法人を管轄する主管するこの大臣だから、これとんでもないことだと事実だとしたら、ちょっと新聞に出てる推薦状を持ってる写真というのはフェイク写真ですか。はっきりした記憶はございませんが、ああいう写真があるのであれば頂戴したのかと思います。ただその記憶があればちゃんと報告はしていたわけでございますし、記憶はなかったので、これまでの自民党に対しても報告をしていなかったということでございます。これ前回の総選挙ですよ、何十年前じゃなくて、前回の総選挙の時の話ということでございまして、報道によるとですね、教団信者である世界平和連合の会員が連日電話作戦をしたというふうにございますが、この事実も全く知らないと、こういうことでございますか。前回とはおっしゃいますけれども、覚えておりません。それで、我々の方から、その当該団体に対して、その選挙活動の依頼をしたということもございませんし、私としては選挙区の方から集会をするので来いと言われて、伺ったという、そういう認識でございました。これ今後ともですね、今日も同僚議員が追加の質問いたしますけれども、記憶にないということが前回の総選挙ですからね、通用しないというふうに思います。でこれ他のですね、閣僚も大丈夫かなと思うんですね。でこの中でですね、旧統一教会系団体から推薦をもらった、あるいは応援をもらった方は手を挙げて答弁いただきたいと思うんですが、他の閣僚の方でいらっしゃったらお願いします。長妻昭に申し上げます。もしそういう、方が対象でいるんであれば、大臣を指名して、質問していただければと思います。それではですね、総理にお願いしたいんですが、これ国会の多くの時間を使ってですね、盛山大臣に旧統一教会系との関係について過去何度も質問あったわけですね。でないないないと、1回だけの会合だということで、で今回そうではないような写真も出て、報道がされているので、これ総理ですね、閣僚の皆さんにですね、再確認していただきたいんですね。応援とか推薦とかそういうものは本当にないんだなと再度再確認をして、明日の予算委員会までにですね、ご報告いただきたい、官房長官に指示をしてですね、そういうような確認をしていただきたい、再確認いかがですか。内閣総理大臣岸田文雄君。自民党においては、旧統一教会および関連団体との関係、各校を点検し、それぞれ、この接点があった場合には説明責任を果たす、そしてその後、追加で指摘をされたことについては説明責任を尽くしていく、そして未来に向けて、未来に向けて、関係を断っていく、
ことを徹底していく、これが基本的な考え方であります。今申し上げた方針を自民党としてもそして内閣としても徹底してまいります。今一度今の方針を徹底確認いたします。だから今申し上げた方針を閣僚に対しても今一度確認をいたします。後で山岸議員が詰めると思います。それでですね、私はですね、今年こそ金に汚い政治を終わらせると、今年こそ金に汚い政治に決着をつけると、これぜひやりたいんですね。で、これ首相の本気度をお伺いしたいんですけれども、本会議でですね、先週のご答弁を聞いておりますと、何か評論家みたいに政治の信頼が揺らいでいますと、こういうような話に終始されて、本当にですね、本気で命がけでこの実態解明と対策をもう自分でやるんだと、自分が先頭に立って本気でやるんだと、こういうような決意をまず述べていただきたいんですが、いかがですか。この決意ということにつきましては、たびたび申し上げておりますが、今回この政治と金の問題に関して自民党に対して厳しい目が注がれていること、強い危機感を感じ、誠に遺憾に思い、心からお詫びを申し上げております。そしてこれも再三申し上げておりますが、私自身が先頭に立って信頼回復に向けて強い覚悟を持って臨んでいきたいと考えております。改めてその思いを申し上げ、全身全霊この信頼回復に取り組んでいきたいと考えております。先頭に立ってとおっしゃるんで、岸田派について聞きます。昨日も伊坂議員から宿題が投げられて、今日までに回答ということでございまして、岸田派の不正というのは3年分は公開がされてますが、それ以前含めて新たな事実というのはございましたか。ご指摘のように3年分については、この不適切な事務処理等で修正を行いました。そしてその後の2年分も含めて5年分について収支報告を確認したということであります。5年分については確認をしておりますが、それ以前、その2017年以前の資料については資料が確認できないということで、このご指摘の点について確認することはできませんでした。これですね、岸田首相はですね、国会の答弁で残高についてはすべて銀行口座に置いてありますと、残高は変わってないということをおっしゃってるんですが、この預金通帳は過去何年分あるんですか。政治資金パーティーの資金については決められた銀行口座に振り込まれている、こういったことを申し上げさせていただきました。そしてその上で今回修正を行ったところでありますが、これ政治資金規正法に基づいて公開すべきことについては、これはすべて公開をしております。それ以上の点についてはお答えするのは控えます。さっき先頭に立つとおっしゃったのにですね、この総理がご自身が残高についてはすべて銀行口座にあると、残高変わってないっていうんですが、変わってないっていうのはいつから変わってないですか。10年前ですか。 どのくらいからちゃんと突合できて問題ないというふうに確認したのかということも言えないと。そしてじゃあもっと端的に聞くと、いつから不正はあったんですか。いつから会計、知識の不足から事務的に不適切な対応を行っていた、これについては2018年2019年2020年、この3年において確認をされているということを申し上げております。それ以前については資料が残されておりません。確認できないという報告を受けております。これ収支報告書はですね、普通は保管していると思うんですね。それ以前もあるいは銀行口座についてもう国会でも何度も答弁されてるんで、それ預金通帳はもう過去のものもあるわけですから、これ過去のものもぜひ出していただきたいということを強くお願いをいたします。いかがですか。政治資金規正法に基づいて公開すべきものはすべて公開をいたします。しかしそれ以上のことについてはお答えは差し控えます。これ先頭に立ってっておっしゃってるんですよ。これ岸田派ですよ。岸田さんがついこの前まで派閥の会長だったんですよ。監督責任ありますよ、これ。これ道義的、政治的責任ありますよ。これきちっとやっぱり全容解明すると、先頭に立つとおっしゃっているのに、何ですか、今の。
答弁は。これ委員長にですね、今私が申し上げたことをきちっと出すように理事会で図っていただきたい。お願いします。理事会で協議いたします。そして今回の一連の裏金の捜査ですね、泰山明堂してネズミ一匹というふうに感じる方も多いと思うんですが、これ法務大臣にお伺いしますけれども、今回の捜査について非公式公式問わずですね、何らかの報告が上がってたということはありますか。法務大臣小泉龍司君。まあ、お尋ねは個別事件に関わる事柄であり、また法務省内部におけるやり取りではありますが、検察当局の捜査活動の公平公正に疑念を抱かれることがあってはならないという観点から申し上げますと、法務大臣の職責上承知しておくべき事柄については適時適切に報告を受けております。今回の事案に関して申し上げますと、検察当局から法務当局を通じ起訴ないし不起訴の処分の実施の前に適時適切に報告を受けております。これ裏金騒動、裏金疑惑が起こった後、二階さんと何か話したことはありますか。昨年の12月20日に私は市水会から退会をいたしましたが、その際、まあ、その前に、大会の前に市水会会長である二階俊博議員に対して国民の誤解を招くことがないよう市水会を退会したい旨伝え、二階議員から了承を得たものであります。これ役所から検察というか法務省から上がってきた捜査の非公式公式問わず報告に対して何らかの感想をめいたことっていうのはおっしゃったことはありますか。この12月20日、私が市水会から退会する前の二階会長との会話の中では、この退会にさせていただきたい、了承しますと、職務にしっかり専念してもらいたいというお言葉がありました。それ以外の会話はしておりません。役所に対して報告が上がってきたときに、何らかの感想をめいたことはおっしゃいましたか。役所に対してですね。いや、報告を受けただけです。私から何も申し上げておりません。これもですね、非常に私はこの捜査について、不可解な形で終わったと思っておりますので、これらについてもさらに解明を深めていきたいというふうに思います。そして配布資料の一番最後のページでございますが、これ全議員にアンケート調査をされたと、昨日配布されたアンケート用紙でございますけれども、これまずですね、いろんな問題があると思うんですが、総理にお伺いしますが、派閥による政治資金パーティーに関する全議員調査と、ここに派閥によるという限定がついてるんですね。派閥による、でもこのパーティーで、政治資金パーティーで裏金ができ作ったのは薗浦健太郎さんの事件も、これ個人での開催のパーティーで裏金ということがあったわけですよね。そして、自民党の県連でもですね、パーティーによる裏金疑惑というのが出てるわけでありまして、この派閥による政治資金パーティーと、つまり無派閥の方は調査対象じゃなくなっちゃうじゃないですか。こういう限定というのは、これはやめていただきたいと思うんですが、なぜこんな狭く限定したんですか。政治と金をめぐりましては、過去さまざまな事件、事案がありますが、今回、この大きな問題になっているのは、この派閥による政治資金パーティーを舞台として行われたさまざまなやり取りであります。よって今回最も焦点となっている派閥の政治資金パーティーについてアンケート調査を行いました。もちろん合わせて党幹部による関係者の聞き取り、外部の弁護士も加わってもらいながら聞き取り調査を行っております。これと合わせることによって党としての実態を解明していきたいと考えております。でも総理は今回全容解説明をして、海を一気に出し切るとこういう思いを持っておられると思うんですね。なぜこの限定をして、しかも質問項目も非常に少ない形でですね、こういう調査をされるのかということで、私はですね、この派閥によるという限定をやめていただきたいというふうに、これは強く申し上げておきます。そしてですね、この裏金について、出し手側と受け手側があると思うんですね。受け手側の議員の政治団体収支報告の訂正というのがいろいろ出てきております。でそれを拝見しますとですね、非常に親と思う修正がいろいろ多いんですね。この修正も仮にですね、虚偽であれば、
二重三重のまた罪がかぶってくると思うんでございますが、ちょっと気になるものというのを申し上げますと、まあ、配布資料で配っておりますが、4人の自民党の国会議員の収支報告書の抜粋を配布資料で配っております。はじめのお二人についてはですね、はじめのお二人については両者とも安倍派の方でございますが、これ修正訂正してるんですね、今回の裏金の問題を受けて。でどういうふうに訂正してるかと言いますと、これそれぞれですね、自民党の総支部に個人で、その議員が個人で寄付をしているそういう収支報告書だったのが、その個人の寄付額を減額して、それと同じ金額が実は清和会から総支部に直接入ったと、こういうふうに訂正してるんですね。つまり一旦ですね、裏金が議員個人に渡って自分の所得になって、そして自分が代表の総支部に寄付をするというのがもともとそういうことだったんです。これはですね、一旦自分がもらったということで所得になるんじゃないでしょうか。で実はそういうふうに一旦はしたけれども、今回また変えたというのは一体これどういうことなのか、初めが正しくて変えた後が虚偽であれば、これは罪は大きいわけでございます。今までは不記載というものを記載する訂正、これも多いんですが、初めが虚偽記載 で次にまた訂正したのが虚偽なのかどうかわからないと、こういうようなパターンが一つあると。でもう一つはですね、後の後者のお二人についての収支報告書、これも抜粋をつけておりますけれども、これも自民党の国会議員でございますが、お一人が安倍派の参議院議員、お一人が二階派の参議院議員でございますが、これはですね、個人でやってるパーティーを書いてるんですね、収支報告書に。個人でやっているパーティーの収入が訂正後減ってるんですよ、減ってる。でその差額分を派閥からの寄付としてるんですね。つまりですね、これ下村発言と合致するんですよね。下村さんが記者会見で、発言された内容というのはどういうことかというと、幹部の打ち合わせである人っていうのはある議員だと思いますが、幹部だと思いますが、幹部については個人の資金集めパーティーのところに上乗せして収支報告書で合法的な形で出すということもあるのではないかという案もあった。これ合法的じゃないと思うんですけどね、虚偽だから。これ案もあったというか、それを実践している安倍派の議員がいるわけですよ。すでに自分の個人のパーティーに上乗せしたんというふうに推察されますけれども、減額した同じ金額が訂正後安倍派からその金額が寄付をされる、こういうようなですね、まあ、非常にその不可解な訂正というのがあるんですが、これは総理はご存知でしたか。今までのところ、まあ、政治資金パーティーに、関連してこの派閥が支出した資金を議員個人が受領した例は把握してはおりませんが、今先ほど申し上げたように、まあ、党として外部の、まあ、弁護士も交えて、関係者の聞き取りを進めています。アンケート調査の結果と合わせて、まあ、実態把握を党としても進めていきたいと考えております。今申し上げたこともですね、徹底的に調査をしていただきたいし、で多くの方はですね、基本的には裏金を収入としてもらったということで訂正後増額してるんですね、収入が増えてる。でその増えた分は何に使ったのかと見ると、全額が翌年に繰り越すと、こういう方が非常に多いんですよ。本当に裏金をそのまま保管を毎年毎年するんでしょうか。まあ、そういうようなことも含めてですね、徹底的に、まあ、調査をしていただきたいということをお願い申し上げますが、こういう、お金の使い方ですね、裏金がいかに使われたのかということも徹底的にしていただきたいというふうに思います。そしてもう一つはですね、この35年前に作られた自民党の政治改革大綱っていうのは、これは今も有効だというふうに考えていいんですか。はい、平成元年の政治改革大綱、あるいは中選挙区制度の下での政治改革の議論でありますが、その政治改革大綱自体は現在も生きているものだと認識をしております。今も生きているということで、この1989年に作られた政治改革大綱の中にはですね、
こういうことが書かれているんですね。総裁、副総裁、幹事長などはその地位にあるときには一旦派閥を離脱するということも書いてあるわけでございます。ということは、岸田首相は派閥を離脱せずに首相になられたと、これは、この大綱違反だと思いますが、じゃあ今ですね、派閥のトップに幹事長副総裁はいないのかというと、茂木さんと麻生さんが該当すると。派閥離脱してないわけで、この対抗は生きてるということであれば、お二人に派閥を離れると、離れてくれという勧告というか、そういう指示はしませんか。平成元年の政治改革大綱ですが、当時最大の焦点であった中選挙区制度の弊害にどう取り組むかという観点から、さまざまな課題について取り組みを取りまとめたものであります。当時派閥についても、中選挙区制の下で派閥の選挙が行われている、こうした弊害をいかに除去するか、これ最大の眼目として議論されたと承知をしております。そしてその後、小選挙区制度の導入と具体的な制度改正が実現した。そしてちょっと待って、派閥についても、その選挙制度のこの改正とともに、この対応がなされたわけですが、しかし結果として、この派閥解消のための取り組みは徹底されず、今日に至った今回の不祥事につながった、このことについては率直に認め、反省しなければならないと思います。そしてそれだからこそ、この間の中間取りまとめにおいて、派閥から金と人事を切り離す、こうした、いやいや、その離すこと、切り離すことによって、いわゆる派閥が解消することになった。これいわゆるこの派閥から、派閥、いわゆる派閥、これ完全解消すれば、党役員あるいは閣僚のこの派閥離脱、これは事実上達成できているものであると認識をしています。実質的ないわゆる派閥、これがこの金と人事から切り離すことによって解消するということであるならば、この人事におけるそのご指摘の点につきましても、これは事実上達成している、このように認識をしています。そしてそれを確実にするためにこそ、中間取りまとめの金と人事を派閥から切り離す、これを実際に実行する、このことが大事であると思います。このことについて誠心誠意努力をいたしますと申し上げております。いや、呆れました。これ今の、じゃあもう派閥から一夜にして政策集団に生まれ変わり、派閥ではなくなりました、だから OK ですと、そんなバカな話ないじゃないですか。また復活しますよ。そしたらこれ全然懲りてないですね。これ次の質問に行きますが、長妻君、いや、もう時間がないんで、さっき長々と答弁して私の質疑時間を非常に侵害してるわけですから、次に行きます。じゃあうちの案を出して、それでですね、この政治改革について、我が党としてはですね、4つの法案を国会にすでに提出をしております。企業団体献金を禁止する法案、パーティー券も含めてですね、そして収支報告書のネット公開法案、デジタル化、これ名寄せして複数の政治団体持っている議員いますけれども、一発で分かる。そして旧文通費の改革法案、旧文通費全額公開、使途を公開して余ったものは返還するという法案、そして政治資金世襲禁止法案ということで、やはり親からですね、政治資金、政治団体を引き継ぐときに相続税がかからず無税で、引き継いで、いるお子さんがおられるということで、非常に発射台が不公平なんですね。私も2世じゃありませんから、相手がですね、そういう方だと、もう資金面、カバンが相当差があるということで、これを禁止する法案をすでに出しておりまして、ぜひこれ速やかに審議していただきたいということなんです。でもう一つは、我が党のこれに加えてですね、もう一つ案として、さらに上乗せをした対策を出しておりまして、これをですね、また法律化して国会にいずれ出そうと思っておりますので、ぜひ今国会で成立させたいと思うんですね。一つは、我々の本気の政治改革実
現に向けてということで、政治と金の問題に対する立憲民主党の考え方、まず政治家本人の処罰強化ということで連座制を導入する、そして政治資金隠匿罪を新設する、で2番目は政治資金の透明性の確保、収支報告書のデジタル化、政治資金の外部監査を強化。今政党に外部監査義務付けられてないんですね。とんでもないことです。我が党は自主的にやってますが。そして政策活動費は廃止すると。そして3番目としては政治資金パーティー及び企業団体献金の禁止、企業団体からの寄付を禁止、政治資金パーティーは全面禁止、個人の寄付への税額控除を抜本拡充、まあ、こういうことなんですね。ぜひですね、総理ですね、まあ、自民党が了解をすればこれ法律が通るわけですので、本気でということであればぜひお願いをしたいんです。でその中でですね、総理に企業団体献金についてのちょっと見解を議論したいんですね。この企業団体献金について総理はですね、八幡製鉄のこの判決、最高裁の判決を引用されて、裁判所も企業団体献金認めてるんだからどんどんやったらいいんじゃないかみたいな趣旨のご答弁がありましたが、これ別にですね、その判決というのは企業団体献金自体は違憲ではないということの判決だけでですね、企業団体献金を法律で禁止することまでを憲法違反だと言ってるわけじゃないんですね。ねえ、それはその見解でいいですか。まず先ほど来の法改正につきましては、自民党としても、政治の信頼回復のために、真摯にこの議論に向き合う所存です。この自民党としても自民党内のルールについては早速改正できるものは改正しましたが、各党共通のルールについてもこれ改めるという議論につきましても、う法改正を要する制度改革につきましても自民党として真摯に向き合ってまいります。それから今ご質問の最高裁の判決についてですが、この判決については、企業はこの憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄付の自由も有する、こういったこの意味の判決であると我々は理解しております。だからですね、別に法律で禁止することまで憲法違反という判決ではないわけですよね。でですね、一つ、私が今回政治と金の問題で、ずっと当選以来感じてますことはですね、先進7カ国で日本の企業団体献金の規制が等が一番緩いということなんですね。まあ、フランスもアメリカもカナダも企業団体献金禁止、イギリスは一定以上の金額の企業献金は株主総会の議決がいるということなんです。で私はですね、日本のこの停滞の大きな原因の一つは金の力で政治が歪められていると、ここに私はあるというふうに本当に常日頃思ってるんですね。つまりですね、簡単に言うとパーティー券が売れない分野とか金が集まらない分野は予算が後回しになると、法律の手当が後回しになると、少子化対策が、じゃあ少子化対策が何十年間も重要重要と言って全然予算つかなかったじゃないですか。我々立憲民主党は子ども手当入れたけれども自民党が否定したじゃないですか。そして我々はですね、今最大の問題の一つは若者含めて中高年の皆さんを含めて非正規雇用の問題ですよ。非正規雇用格差問題全然手つかずじゃないですか。未だにこれ金集まんないですよ、この分野は。パーティー券も売れない、なかなか献金も集まりにくい、そういうところは後回しになってしまう。法律の手当とか予算とか、あるいは新しい産業分野、これ日本は本当に大切ですよね、新しい産業分野。でも新しい産業分野っていうのはなかなか育ってないからパーティー券売れませんよ、そんなに。あるいは企業献金だってそんなにうん千万も入ってきませんよ。教育の自己負担もバカ高いじゃないですか、日本は。その背後にですね、多くの献金が集まらない、企業団体献金集まらない分野、いつもほったらかしになると。私はこれが非常に日本のですね、おかしな政治、金に汚い政治の弊害の本質だと思うんですね。で我々は真っ当な政治を目指すということで取り組んでいるわけでございまして、例えばですね、ランキングがあるんですね。これ報道でもありますが、自民党の国民政治協会に2000万円を超える献金をした企業団体ということなんですね。でこれ見ていただければ、ここにですね、
その今私が申し上げたような、分野というのはなかなかないわけですね。本当に日本が必要なところに予算、法律の手当をつけるということではなくて、巨大な業界団体、巨大な企業というのがもう目白押しなわけですよ。でやっぱり、まあ、こういうところの意見というのはやっぱりお金をいっぱいもらってるということで、これはまあ人情というかよく聞くと思うんですよね。コミュニケーションも取るというふうに思うんですけれども、そうでないところっていうのはやっぱり後回しになるというふうに私はずっと議員になって思っていることでございまして、ここでですね、企業献金の弊害というのを総理に語っていただいて、これをなんとか解決するということで一歩踏み出しませんか。いかがですか。企業献金を行わない、この関係者の、政策が後回しになっているというご指摘でありますが、それは当たらないと思っております。これはこうしたさまざまなこの団体あるいは関係者の意見を聞く、これは大事なことでありますが、それと合わせてさまざまなこの政策調査をはじめ、有識者の話を聞くことによって、取り組みを行っている。だからこそこの今の内閣においても、子ども子育て政策あるいは認知症対策あるいはスタートアップ支援あるいは外国人労働者の問題についてもしっかりと取り組んでいるわけであります。これはこの献金とそうした政策が直結しているかのような言い方は当たらないと申し上げています。その上で企業団体献金ということにつきましては、これはこの長年の議論を経て各党の合意のもとに現在の姿になっていると承知をしております。こうした中で企業団体献金がこの政策に直結していることを指定した上で、ぜひ各党とともにこの在り方について議論をしたい、このように申し上げております。いや、企業団体献金についてはこの献金する側の政治に対するこの関与の自由、まあ、こういった意味があるということを申し上げております。こうしたさまざまな点も含めてこの問題について各党で議論をすることが重要だと申し上げております。これ総理ですね、一生懸命やってるとおっしゃいましたけれども、他の国との比較なんですよ。他の国と比べると日本は私がさっき申し上げた分野っていうのは非常に遅れてるんですね、未だに。これ総理、弊害について全然おっしゃらないんですけれども、これ経団連の、一つ前の団体ですね、旧経団連からもですね、実は1993年に、こういう提言が出てんですね。企業献金については公的助成や個人献金の定着を促進しつつ、一定期間の後廃止を含めて見直すべきである。経団連の前身からもこういうふうに出てる。当時ですね、亀井さんという住友電工会長からもですね、企業献金はそれ自体が利益誘導的な性格を持っている、企業の団体の長老ですよ。そして経済同友会の代表幹事の石原さん、当時ですね、こういうことをおっしゃってる。企業が議員に何のために金を出すのか、投資に対するリターン、株主に対する収益を確保するのが企業だから、企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待すると、こういうふうに言ってんですよ総理。私は政治はですね、こういう強いものというか、お金をいっぱいあるところ、これももちろん大切にしなきゃいけないけれども、より光を当てるのはですね、お金もなかなかない、組織力もない、本当にお困りのですね、そういうお一人お一人、あるいは中間層の方々じゃないでしょうか。こういうようなことで総理に最後ですね、一言だけ聞きたいんですね。このまま終わっちゃうと、総理は企業団体献金も全く一点の曇りもないと、これは企業団体献金ではどん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 増やせばいいんだというふうに聞こえたんですね、私には。ですからその誤解が解くためにも、企業団体献金の弊害もあるということもちゃんと語ってほしいんですよ。どうですか。企業団体献金についてさまざまな議論があり、弊害についてのご指摘がある、それは今委員がまさに紹介した意見をはじめ、意見があるということはもう十分承知をしております。しかしそれとともに、政治活動の自由との観点においてこれをどう考えるか、民主主義のコストをどう幅広く社会として維持していくのか、まあ、こういった観点からも議論をし、そして今日の姿は各党
決して自民党だけではなく、党の議論の積み重ねのもとに今日があると申し上げております。ですから、そうしたご指摘の弊害の部分も含めて、これを議論をすること、これは重要であるということを申し上げております。自民党につきましても、こうした議論について、真摯に、この議論に貢献したいと考えます。一国の総理ではなくて評論家だと言わざるを得ません。質問を終わります。